コースさん、あれですね、結局この前の深夜実践ハーデス一番出ましたね。いつ？この前やったじゃん。この前なんかやって、で、みんな設定6打ったやつ。ああ、はい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 。ヒゲさんが打ったハーデス一番でした、ね。あれでしょ、ヒゲさんが最後になんかメダルちょっと足してたやつでしょ、あのドル箱に。そんなことしてたんですか、ね、そんな反則してたんですか。一番出ましたね、結局、ヒゲさんの方が出ました。え？それは別に関係ないんじゃない、あんまり。まあ出たかもしんないけど。どうもー、出ちゃう編集部で一番引きが強いヒゲンジンです。来た、よかったですね。大きな設定力で最強はハデスです。まあ一番のヒゲンジンです。まあまあまあ別にいいんですけどね。ああ、だって2番の故障じゃないか。なんで急に行きたい。2番の故障じゃないか。えらい上から目線来ましたね。まあ、めちゃ編集部一引きの強いヒゲンジですか。いや、嬉しそうですね。あんなたまたま1回僅差で勝って、しかも圧倒的に不利だったラグーンに勝って、しかも深夜実戦なんかで喜んじゃって、まあ。また怒って、いや、もう遠慮なくもう自分が最強って言ってもらっていいですよ。あんなんでヒゲさんがね、みんな胸張ってハーデスが一番って言っちゃうぐらいですからね。一番取ったよ、一番楽しい。まあまあ確かに一番出ましたよ、一番出ましたけどね。ヒゲさん、あんなんで喜んじゃうんすね。一番でした、はい、一番出しましたし。ヒゲさん、あんなんで喜んじゃうのか、そんなに。いやー、よかったっすね。僕はホールで出すんで大丈夫ですよ。戦争じゃん。なんで何戦争じゃん。いや、いいですって、もの。ヒゲさん、お勝負なんかどうでもいいじゃん。お前とも戦争じゃん。いや、大丈夫です、あのヒゲさん。徹底的潰したら、ヒゲさんナンバーワンで大丈夫です。戦争じゃ、実際のホールで戦争じゃ。いや、いいですよ、あの深夜実践にしときます。全面戦争じゃ、もうみんな引き込んで、巻き込んでだ。そういうことみんな巻き込んでやるわ。レッチャー全部巻き込んで、俺とアンさんで全面戦争じゃ。戦争の始まりじゃ。何ですか、この学校は。これはイメージ戦争な、まあ、多分俺は日本兵だから。俺は何だろう、多分あのアメリカとか米軍とか。まあ分かりやすいじゃん。で、まあ、何、じゃあそれぐらいの戦力だと思われてるでしょ。圧倒的勝利だこれ。まあ、ルールは簡単。はい、もちろん実際のホールで深夜実戦じゃラスト、いやー、実際のホールでのサマイスで勝負。いいですよ、勝負は3回戦。うん、この3日間3回戦で、1戦ずつの勝負で2勝以上挙げた人が勝利と。なるほどね。3戦だから枚数が全く一緒っていうことがない限り絶対決着がつきますから。まあそこは大丈夫でしょう。はい、それに勝った方がもう引きが強いとかどうかじゃ出ちゃう、ナンバーワンこんなのルール。まあ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 、確かにね、前はほら深夜実践だったから僕もちょっとね板もんつけましたけど、これだったら板もんつけないですわ。いやー、もう配達もらうんじゃないよ、もう大丈夫です。そして今回出ちゃうナンバーワンを語るなら、出ちゃうね、いっぱいの編集部員がいると。うん、その編集部員をどれだけ知ってるか、どれだけうまく使えるかというのが大事なわけですよ。なるほどね。自分に相性のいいタッグを組めるかと。あ、タッグ戦なんだ今回は。そう、3回戦すべて一人自分のパートナーとなる編集部員を選んでのタッグマッチでございます。あ、なるほど、戦争ね。当たり前だよ、ヒゲ君とコシャンに分かれてのデチャウ、デチャウボーツです。分かった、これな、分かりますよ、タッグ戦の意味が。ヒゲさんが自分じゃ勝てないんで助っ人の力を借りて勝とうっていうことですね、これは。要は抜けや、中央抜けやるか。一人でも余裕なんですけど。こっちだ。え、タッグ戦、タッグ戦
さあ、というわけで後ろをご覧ください。はい、何これまあ、あのチープが出ちゃうんですけど、もうバラバラすよ、だってこの幅もこちら、はい、3×4、12人レチャウの主だった編集部員集めました。まあちょっと編集部員じゃないのも混じってますけどね。まあ、とりあえずはデチャウで演者としてね、うん、動画に出てる人を探してきたと。はいはい、はい、でこの中で各回1人編集部員やる。なるほどなるほど。この中からしか選べないんですよね。1回使われた編集部員はその後の戦いでは使えないと。ああ、じゃあ例えば、タケルを選びました、はい、こいつが満枚出しました、うわもう次こいつ出せんっていうのはないのね。1人1回か。はい、でせーの選んで被ったらじゃんけん。はい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 、いいですよ。ちょっと考える時間もらっていいですか。まず知らない人のためにですね、こちら、各パネルには引き、目押し、知識と、あとその人の得意な棋士ジャンルを持ってるから、うんうん、これでも自己申告制だから。あ、この星己が全部自分で申告したものなんで、この星5段階で自分は星3ですよって自己申告。そうで、これ一応見て恐ろしいのが、唯一ですね、引き子って自分で言い払った男なんです。ほんとだ、すごいな、なんていう自信なの。西のね、引き紙はもう、いやー、これはちょっと恐ろしいな。うん、OK です。あ、決まったよ。大丈夫、OK。 どっちが選ぶの、せやで。じゃあ、ヒゲさんにいいですよ。先選んでいいの。どうぞどうぞ、これぐらいハンデあげないとね。あ、だって、ヒゲさんが勝つためにタッグ戦にしたんですよ、だってこれ。俺、選ばれて変えました。はい、言いましょう。私、初め選ぼうとしたのは、はい、一番乗る位置の相性が1位と選ぶ人を変えました。カッチェーン。はい、これ。最もですね、乗り位置の相性が悪い元広島。いやいやいや、こっちにしときましょうよ。ずっとめちゃ勝ってるじゃないですか。いいわ、もうマイナス20万パーズも見しちゃうわ。プラス20万パーズ見しちゃうわ。ああ、せっかくハンデ上げてるのに。出ちゃうで、一番をね、もうこれからかな、ね、名乗るなら、これぐらい広告しないとダメですか。これぐらいで済むレベルじゃない。じゃあ僕も元とコン組んで勝ったことないですよ。出ちゃうが誇る子は本当に疫病神ですから、ね。じゃあ俺は、おこいつで。ダブル引き神。なんか西の引き神様っていう呼ばれてる、はい。僕は自分で引き神なんて思ったことないですけど、なんか自分で西の引き神様って言ってるらしいんで、でこのうぬぼれた星子、この引きの強さにちょっとかけてみようかな。こっちも4つって言う。絶対引き1だろこれ。元はだけど超心配だなこれ。これでいい。うん、まあ、とりあえずはじゃあ、しかもほら、関西の指定隊。あ、そうだね、確かに。でこれ勝手なルール決めましょう。うん、サバイで個人の勝負ですよ。うん、少ない方がもう1ヶ月相手にこう動画の中でも敬語を使うでしょ、この2人は。あ、じゃあ一応上司部下だけど、こうなるわけ、こうなるわけね。勝手に決めちゃおう。巻き込もう。大丈夫です、はい、いいっすよ、はい。さあ、というわけで、1回戦の勝負は私、ヒゲ軍、ヒゲンジンと元広島。対する私、コシアン軍、コシ軍ですね。まあ、一応引き紙込みということで、ヘイポー、こちらで戦おうと思います。まあ、私マイナス20万パーズ達成しましたので、次は本当の20万パーズを達成させるための立ち回りをですね、2人で練りに練って、前日が飲みながら話すと。大丈夫です、たくさん作戦立ててください。僕ら適当に打って勝ちますから。余裕です。やってるよー。というわけで戦争勃発じゃー。1回戦スタート。201号、ついにコシアンとの全面戦争が開戦いたしました。我がヒゲチンク初戦の兵力を紹介させていただきます。元広島一等兵になります。ご挨拶のお願いいたします。元広島一等兵、力の限り非現人隊長の尽力を尽くしたいと思います。元広島一等兵、今回の戦場、はい、紹介してください。かしこまりました。今回の戦場は埼玉県埼玉市にある
ホップワン宇野でございます。まだ広島一投へ。はい、初戦の作戦でございますが。はい、ありません。作戦はなしでございますか。ただただ奇襲をかけたい。大事な初戦でございますからね。何か案はないか。奇襲でございますか。やはりハイスペック着てドカンといきなり奇襲するのはどうでしょう。前回の完膚なきまでの敗戦、記憶でございませんか。しかと覚えております。再びあの惨劇を繰り返すつもりですか。時代は変わったんです。いつまでもあのままじゃございません。行こう。さあ、というわけで我がヒゲジン君、初戦の作戦はハイスペックでドカンであります。ドカンであります。この後実戦スタートであります。どうぞ行け。行くぞ行くぞ行くぞ、突撃だ。行くぞ。ここだ。さあ、というわけではい、もっと言っとへん。はい、我々、ついにマイナス20万パーツから20万パーツへとなる時が来ました。よし、やってやりましょう。やります。いけんのかな。さあ、というわけで元佐藤へ。はい、あれ、佐藤、はい、佐藤へ。はい。我々は何があってもこの戦いに勝ち抜かなければならない。逃げることは許されない。はい、行くぞ。実戦スタートだ。突撃。神風特攻ですよ。行くぞ。はい、よーせ、いらない。遅れた、2ゲームで遅れた。遅れた、遅れたぞ。風は吹いている、風は吹いていると。我が軍のモットーは神頼み。神頼み。もうとこ東平。どんどん下がってる。乗車いかがでありますか。最初まだ目標が見えておりません。敵を落としたら自分の位を上げていただけるんですか。一応でも最上位は69等兵っていうのが。でもお互い朝一の共同としては悪くないよ。はい、2発目71ゲージ。これは当たるんじゃなくて当てます。これ当てます。私、数々のですね、戦場を駆け抜けてきましたが、これは、こういうのを当てて生き残ってきたんです。はい。はいよー、せいらない。不死身の秘伝地、不死身の秘伝地。こうやって、こうやって勝ち残ってきました。あ、やったぜ、ほら。いやー、これ最適よしこちゃんだな。ここで見せていただけるんでありますね。バカ野郎、もう竹槍で一歩一歩報復前進。チクチクチクだよお前。ここは犬からだよ。そんな遠距離からミサイルとかしないよ、うちは。見てろ。さあ、来てください、お犬様、カモン。
一発でドッカンしたんだけど、ノラハーで捕まえたよ、ね、えヘルドンからノラのハーで捕まえたよ。すっげえ効果力だうち持ってたわ、うん、よーし、エルド隊長、もっと張ってほしい、どんどん下がってる俺の生き様ドクト、その目に焼き付けたまえ、いくぞードン、パン、パン、バンバン竹やりドーン、いくぞードン、突撃自信が強い4桁、いけいけいけう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 けよ、塩じゃなくて神だぜ、うけうけおーいけ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 、ほらドン、鉄砲バンバンバン、あー汗が出てきたぞもうあとあとへ汗が止まらないになります、汗が止まらないになります、30以上というか、まあデジャブフリーズだな、右上がりでまず、はい、30、これがもう30ありますから、ありがとう、そしてここからゲルバタック、はい、残念、上等です、まあ、200持ってる70の人は同じですよ、フォーガーの復帰選手です、いやな、ゴロとですね、クソにまみれてない、だからチク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 、それで敵が落とせるんでありますか、陰湿な虫歯菌みたいな感じさあ、というわけで私1セット目、まあ、順当に伸ばしました、270秒とお、最後ラスト、イタチの最後っぺこれが紫だったらびっくりしたから、1セット目が270ゲーム752枚と順当、順風満帆です、いや気兼ねなく投資できるであります、いややめろよ、そんな浮いてないだろ600枚しか浮いてないよ、600枚しかさあ、というわけで私一度ですね偵察の方に行っていきたいと思います、今出玉持ってませんが、これが6ベルが出たと、ちょっと挙動を追っていきましょう、お、横絆ついてる、深いあまりをしている場合は話お、深いあまりをしている場合はこれかこれか元20等兵がもう20まで下がっちゃった大丈夫、十分まだ当たってないでございます、まあでもここは全然まだハマってる血が入らないよ、大丈夫だよ、モード以降が良ければいいよ、そうですね、モード以降はかなりいい感じです、本当に今ただ何も引かないので刺さらないであります、もうこの間の思い出して足震えてきたんだけどやめろよ、本当オハテンは外線はいいけどハードスの方でやめてくれ、うん、でもほらこの間のパチンコと違って当たるから、そうでございます、天井があるから、そうでございますね、まあ自分もさっきから脇汗止まらないでありますさあ、そして外線もあこの台が700までハマってますが、端がもう初当たり3回700、いやーこれメリハリ系かな、まあやっぱり
真っ先に狙うべきは窓マギマジキズのハーです。でそこから埋まってるならこちらの手前のメインコーナー凱旋エヴァホークとともバイオ、そういうこと間違いねえな。 OK、 こんなゲーム数で見切れるほど甘えたいじゃないか。まだまだ打ちますよ、もちろん。なんて言ったって通常のヘルゾーンも2発入ってて、通常中のヘルゾーンのスイッチも引き返します。そして今キナラ3連、キナラ3連、これが俺なんかキナラ4連する気がするんだけど、お父ちゃんが叩いたらいいでありますか。ああ後悔先に立たず。きっと体調のことですから。あ、え、あるよ。まあフェイクもちろんあるけど。いや、はいフェイク。はい名誉リップ。飛び切りなかったしな。これ当たってないの。一気に天国ですよこれ。ああ、びっくりした。キナナ三連から立ったよねだいぶ。はい、キナナ三連からは結構立った。立てました8ゲーム。今のメオリップ3ゲームぐらい前だよ。そうですね。そんなわけないでしょ。前兆らしい前兆なんもなかったよ。まあ収録中ならではの。間があって違う話してるから、その前の展開を忘れるって。ちょっとすみません、ちょっと期待してます。まさかの。それはそうです。竹槍に戻りました。爪楊枝ぐらいのやつです。まあただ2回15枚上げてくれればそれで満足。2回上げて全部です。もうゲラ開かなきゃ欲しいです。まあ、お、抜けた。さあ、この竹槍は、あ、これでかいよ、抜けたら。おーし。おい。これもでかいよ。お、でかい。百十。はい、まさかのこれすんげーでけえやりなんじゃよ。これヨタヨタするシュアリみたいな来たじゃんよ。はい、いや十分でしょ、十分でしょ、こんなもん超十分だよ。やったぜ。会長の掛け合いでかいですな。でかいわ、もうマジでかなりの超根節が浮上しましたよ。さあここもやる気ちょうだいんだ。はい、はい、来ました、マジで。おおっと、まあ、弱いですけど、これが中段リップならまだいける。ああ、10、まあ十分ですよ。というわけで我箱を使うなり、トラトラトラ早いな。ジャラジャラジャラです。ジャラ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 トラトラトラじゃなくてジャラ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 、お願いだよこっちじゃ。いやほんとね、前回からさ、なんいくら当たり引いてないの。前回のケイジさんいくら引いてないの。でも今前回のと合わせると122本引いてないですね。じゃあそれもっとしていってるからね。ああ、そうですよ、俺が割って持ってってるだけだから。僕13本入れてますから。130本、今150本超えてる。150本ノーヒット。病気だからね。おいしょー。さあそして21のヘルトヒーロー、やった。
ドンパンパンドーショーよいしょよいしょチクチクチクやってやりましたよ。一発目のこれぞ任さずと必殺の一殺ですよ。これは犬でもいい。 OK、 まあここは贅沢なので60でいいんです。いや今日の体調だったら分からないですよ。いや設定設定ダンスの一つがもらえただけでいいんですよ。ここは60でいいか。50は腹が立つ。1回15もやったけど、ここはこれでいい、これでいい、これでいいんですよ。よしよくできました。いいです、完璧、よう見えてる、流れがよう見えてる。 OK、十分でございます。さあまた70まで戻りました。お800度でございますね。青いでございます。ここは当てなきゃダメなところです。これを外すなら腹切りマジかしら。知りたくない、知りたくないよ。腹の子一枚繋いでください。腹の子一枚知りたくないよ。まだまだいる、まだいる、よいしょ。くっそくっそ青でも当てりゃいいんですよ、当てりゃ。150本投資ですから。もう160本なってるよ。おお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 何もなかったけど、やってやったぜ。816、これ薄いよ、いいとこあったね。あ、160本投資にしてやっと。本日の投資で言えば28本、28本目でございますね。いやー、ほんと顔の皮つながった。だって今元ちゃんの手触ったら汗すんげーの。手汗すんげーのですよ。元10等兵、あ、上がった。上がりましたよ。でかしたになります。ありがとうございます、まあ、でかしたっていう形物じゃねえんだけど。まあでもね、800で食い止めたらでかいよ、はい、こっからでございます、こっからでございます。跳ね返りどころだと思います。よし、やってやるぜ。とりあえず俺は元ちゃんに渡しちゃったらさ、いつでもつけるように刺しといて分ける。一生使えるように。まあそうでございましょうね。そこはいいよ。70いけたら自分褒めてあげてください。70で、いや大きくいきましょう、大きく。 OK、足らないっていう、ね、クソ野郎ですよ。クソ野郎ですよ。そんな気がしてました。隊長、敵機が遠いであります。ちょっと周りの偵察もちゃんとしてくれるんだよ。さあ、リアルに順当が4枚近いですよ、3枚後半。231ゲームで884枚。だいぶ多いですね。いいなぁ、いいなぁ、いいなぁ、いいよいいよ。あー、何もねぇ、きれいな。まあ、60ゲームで歩幅前進得意だね。ゆっくりゆっくり行くか。あ、ちょっと元ちゃん、マジで一回周りを見てきた方が
いいかもしれません。そうですね、まあ、体調もちろん自分でも探すんでありますが、やっぱ体調の方が台を見つける能力はすごい長けてるのでございますので、できればいいの僕がいただいて体調は探していただきたいなと俺この台回した方がいいんじゃないかな行ってくるよお願いします最初まあでも何回見てもメイン道コーナーにまだ空き台はないからね。外線も1台も空きない。外線出玉積んできたな。1個飛びは1箱半2箱。ああそしてゴッドついに引いた方いますね本日一発目おめでとうございます窓マギマジ絆ハーデス外線、この辺りが一番濃いですね。きっちり手玉もついてきてるもんな。バージ、まあ、入れてりゃつくわな。あハーデスからもゴッド神降臨一発目おだす。いいっす、ありがとうございます。千葉から来ました。千葉からありがとうね。嬉しいな、そういう人がゴッド引いてくれるのは。クソハマりはないんだよね。3回引いて1粒4粒だよね。こちらも箱は使ってないけども4回初当たり引いて3粒4粒2粒1粒だもんね。この方も箱使ってないけども5回も引いてて1粒2粒5粒1粒1粒だもんね。隣は、4回だけど順当に出玉増やしてると5粒2粒1粒1粒もしかしたらゴッドの可能性もあるな。これはさあモトちゃん、はい、というわけで今日の当たりというか、はい、密度の高そうなコーナーがまあ窓マギバジキズが凱旋ハーデスっていう、まあ、メイン通路のある機種、はいはい、ここで間違いないかと今のところはね予想してたところですね、はい、でハーデス凱旋が特に強そうな感じがするとなるほどということで、まあ、元ちゃんもまだわからさすがにわからないからもう一発引くぐらい打ってみようかな、はい、まあ状況的に周りを全体的には出玉を持ってないけど初当たりが軽い人が多いわけよ。はい、はい、うん、でモード以降はいいんだよね。はい、じゃあ王、はい、はい、一発で分かるような簡単な機種じゃないでしょう。まあ確かに。で今言ったメインところで空き台が今のところないんだよ。なるほど。だから移動先もないし、それだったらゆっくり周り見ながら。了解いたしました。一応向こうでね、あの500ぐらいで当たってもう一回500までハマってるハーデスあるんだけど、はい、それよりはまあもう一回こっち打ってみようかな。よし行こう。かしこまりました。元36等兵。いや元36等兵、元、はい、サム兵サム兵まあもう接続も近いわけですしなんかこうやり残したことないですやっておきたいことは一応聞いておきますやっておきたいことは最後に、はい、うまいもん食べさせてもらえればそれで。なんでお前そこでゴッド引くって言われんだよゴッド引くって言えやだったら、うん、だったら知らないですもん。だったら知らないっすもん。なんでうまいもん食いてってよだったらうまいもん食いてってなんでそれよ勝手に食えや223ゲーム勝手に来ました。なんでそこ冷静になるんだえまた何も聞いてないよ。おっ、あっ、あるっぽいですね。そこよいしょー中当たり中当たりです。350件。おとちゃん、はい、ケツの皮一枚するなってケツの皮一枚
首じゃなくてもうケツ、ケツか、もう元68頭兵リーチかかっておりますが、どうなんでしょう、もう俺の引きがゴミクソなんで。まあ、サライ、サラワンサムでございます。コツコツ行こう、70、70、コツコツ行こう、70、70いただきましょう。ああ、もう嫌だよ、しかしコツコツ行こう、2回揃えて、もうあと2、いやいやいや、もう1回揃えて、さっきから言われる数字10足らない、元60等兵ですよ。ここが大事でございます。おう、おう、回して、まあ、リアルにちょっと様子見よう。まだ分からんですね、少し打ってほしい。もう僕の引きさえ返ってくれば、これ、おい、入って39、シューマイがいい、シューマイがいい、おって言うな、好物だけど、エリシューマイもない。さあ、チャクチャー、テープテープテープ、ドーやってしまいました。もしかしたら深いところまで行く可能性秘めております。さあ、終わりました。60ゲーム212枚、400連続で上げたんですが、500で上げたらだんだん減れて、そして天国準備長にそんな意味が出ました。これで何気をつけ、おじさん上がってくれ、天国頼む頼む頼む、これ以上は持ってかれたくない。2回目